なります。はい、でもね、はい、今回ね、2人には素敵に着こなしていただきましたが、ここからですね、事前に高校生の参加者の方からいろいろ質問をいただいておりましたので、ピックアップしてお二人に聞いていきたいと思います。はい。はい、ではまず1つ目の質問です。ナチョスさん、マナマナさん、はい、どうしたら自分に自信を持つことができますかということで質問が出てましたが、はい、ナチョスさんどうですか？自信か、でも私もどっちかっていうと自分に自信ほんまにない方なんですよ。マジでネガティブで、もう自分なんか自分なんかっていつも思ってるんですけど、でも自分に自信ないって結局自分ができてないからやなって思うことが多くて、だからその自信ない部分をちゃんと自分ができるようになれば自然と自信ってつくじゃないですか。だからやっぱ日々の努力の積み重ねが自信にもちゃんとつながっていくかなって私は思います。そうですね、努力をすることを忘れずに、いなければ、ね、自信もね自然とついてくるということでね、はい、ではまなまなさんはどうですか？なんか気をつけてることとかあれば教えていただきたいです。はい、そうですね、私は、悪いところを改善するのではなく、それも改善も必要だと思うんですけど、いいところをもっと よりよくしていこうっていう気持ちを持っていつもやっているんですけど、それでもやっぱ自信ないしっていうのがあるんですけど、そこをもうポジティブさでいつも吹き飛ばして頑張っています。はい、ポジティブ大事。はい、まあ、自分のね持ってるいいところをさらに伸ばすということでね、皆さんもポジティブな部分をさらにねちょっと引き伸ばしていけるようにしてもらえると、まあ、自信もねつくのかなと思います。はい、では続いてなんですけれども、どうしたらナチョスさんやマナマナさんのように可愛くなりますかという質問が来てましたが、ナチョスさんどうですか？いやー、なんか嬉しいですね、その質問、なんかありがとう。でも、そうだな、難しいな、可愛く。でも私はなんか常に可愛くなりたいっていう気持ちを忘れないことが大事やなって思います。なんか、なんでももうこれでいいやとかじゃなくて、そうだな、可愛くなりたいっていう意思をちゃんと持てばいくらでも可愛くはなれると思います。はい、可愛いというね意思を持って可愛さをね極めていただきたいなと思います。はい、ではまなまなさんはどうしたら可愛くなれますかという。はい、ちょっと本当に難しいんですけど、ちょっと私簡単にメイクで言ったりとかしたら、今日はこのメイクした、あでも雑誌ではこういう風なのがあったなって思って、どんどんちょっとこっちの方がいいんじゃないかなとか、そういう日々努力はちょっと欠かさずやっているようにしていますね。でもちょっと全体的にって言われると、やっぱそこが分かってたら自分も苦労しないんで、これからまだまだ頑張っていきたいなと思います。そうですね、足とかいろんなものを研究してみるとね、どういうものが自分に合ったかとかも発見できると思うので、ね、ぜひそのね可愛いっていうのがね自分にどういうものが合ってるのかっていうのをいろいろね試しながら探ってみるといいかもしれないですね。はい、ということで最後になんですけれども、お二人は、まあ、モデルをされてたり、ナチョスさんは商品のプロデュースなどもされてるなど、このファッション業界でご活躍されていますが、ファッション業界のどういうところに魅力を感じますか？そうだな、でもやっぱり自分が一番好きなことやから、なんか髪の毛メイクしてもらうにしても洋服を着るにしても、やっぱりファッション業界って自分っていうか女の子を可愛くしてくれるその全部アイテムじゃないですか。だからそれをつけてくれ、プロデュースとかするときはつけてくれたら、あどんなに可愛くなってくれるやろなとか、その常に考えたりもできるし、そうだな、でも一番はやっぱりおしゃれしたりとか好きなことをできるっていうのが一番魅力を感じますね。はい、まあ、ファッションっていうね、まあ、好きなことをお仕事にすることもできますし、まあ、自分がね作り手側というふうな、ね、立場になったら、まあね、それをつけてもらう人を、まあ、輝かせられる、ね、お仕事っていうことでね、まあ、そこにね非常に魅力があるのが、まあ、ファッション業界かなというふうに思います。はい、ではね、まなまなさんはどういうところに魅力を感じますでしょうか？
はい、やっぱり自分の着たい服とかそういうのをどん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 みんなやっぱ探していくと思うんですけど、それと同じでもっと上を目指したい、もっと上を目指したいって思ってどん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 魅力に惹かれていくっていうか、そうですね、ちょっと話がまとまりづらいんですけどちょっと本当、なんて言ったらいいのかな、なんかやっぱ可愛くなりたいっていうのが女の子やっぱみんな思うと思うんですよ、うん、そこをもっと探したいって思い詰めている感じっていうか、まあ、魅力、そこが魅力なのかなって思いますね、うん、ありがとうございます。確かにその可愛らしさっていうところにはまあなんかね、限りがないっていうか、それはね皆さん永久に追求するものかと思いますので、まあ、そういうところを突き詰められるのがね、まあ、ファッション業界の魅力かなというふうに思います。はい、ではね、これからまあ進路を決めるって方もたくさんいらっしゃるかと思いますので、まあ、ぜひね自分の好きなことをしてご活躍されてるねお二人もいらっしゃいますので、参考にしてもらえたらなと思います。ということで、そろそろお時間が来てしまいましたが、はい、ここでまなまなさんになんとお渡ししたいものがあるんです。はい、